あ、もしもし。<laughs> 元気っていうか今どこにいるのよなんで今日の飲み会 来なかったのかしら。えずいぶん前から約束してた。もしかして、彼女そんなんじゃないけど 彼女、いないのなんかいない。あなた、今時って感じだから。彼女、いそうなのにね。<laughs> でも、そっちの方が好都合っていうか。 なんて言うか。うふふふ。ん先輩酔ってますかって酔ってないわよ。私がこのくらいで酔うと思ってるの私を見くびらないでくれる あ、そうだ。今からでもいいわ一緒に対決しましょうよどっちが先に酔いつぶれるか君の方がすぐ酔いつぶれるんでしょうけど <laughs> あー楽しみー君が酔い潰れてるところ見たいなうん今の声誰へえ。 今女の子と2人っきりなんだ酒井君酒井君ってば。ンウフ酒井君ってたくましいのね 酔ってないわよこの胸板から二の腕にかけてこの太もも太いわね何かスポーツでもしてるの そうサッカーしてるからそんなに鍛えてるんだ素敵私筋肉質な人だい好き特に酒井んみたいなが チリ系顔真っ赤。か愛いいのね。<laughs> 可愛がってあげたいわ。あ。まだ電話つながってたっけ。 そうよ。こっちも、みんな楽しく飲んでるわ。君がいなくても、うーんと楽しいの。だから、そっちは、彼女ちゃんと、仲良く、楽しんでね。 まあ、私は別に気にしてないんだけど。う <laughs> ふ坂井くん分かったから、そんな焦らないで。ちゃんと相手してあげる。 坂井君ってせっかちなのねでも私強引な人って引かれちゃうの <laughs> なんて冗談よもしかして本気にした <laughs> 私飲みすぎちゃったみたいねえくな何どうしたのなんだか焦ってるみたいだけど私の気のせいかしら あ、いいのよ。もう人数も足りてるし。<laughs> あ、もう。篠原くんまで私の隣来ないで。あ、もう。加藤課長。私の手触りすぎ。 目ですよ。<laughs> 君じゃなくても、他の人が大切にしてくれるみたい。いいのかなこのままで。え 俺は嫌です今すぐそちらに向かいますそう。私を連れ出してくれるの君に、できるかしら楽しみにしてるわ <laughs>。 じゃあ、気をつけていらっしゃい。